しくお願いします。手加減しない。ラウンド1さあ、ファーストラウンド始まりました。気合入ってますね。壁に押し込んで有利を作ります。どうなるどうなる。ジャンプからの攻撃は拒否します。すごい。なかなか壁から脱出できない苦しい時間が続いています。どうするどうする。プレイヤー2、ここでパーフェクト KO。 一切の隙もありませんでした。綺麗に決まりましたね。やや一方的とも見えるラウンドでしたが、これを受けてどうでしょうか。いや強すぎません。すごい気迫みたいなの感じます。さあ、このラウンドはどうなるか。一瞬の油断が命取りですよね。前投げていきます。ナイス。この地上の間合い戦、技のリーチとジャンプをどう意識させるか。パワーウェーブ、衝撃波が地面を這う。さあ、ターゲットコンボから。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要になる。この感じは名勝負の予感がします。投げて、ナイスナイス。さあ、やばい。ジャットバニー、反撃となるか。体力状況的には中盤戦に差し掛かります。ジャンプ、この飛びは見えている。さあ、ここで SA 選択。一気にしっかり足りていた。フィニッシュとなりました。決まった。見事にここは勝利を収めました。いかがでしたか。面白かったです。飛躍がこっちまで伝わってきますね。さあ、試合開始です。実況は私、平岩です。よろしくお願いします。ビシバシやり合ってるところが見たいです。プレイヤー2、相手を壁に押し付けていきます。どうなるどうなる。さあ、このカウンターは読まれている。上のタイミングは見切っている。さあ、差し合いの距離どう動くか。ここはターゲットコンボ。さあ、飛び道具で牽制します。プレイヤー2、少ないドライブゲージをどうしていくか。上はしっかり落とします。ドライブゲージがなくなった。プレイヤー2、ここは見事ラウンドを取っていきました。今負けちゃった方にも取り返してほしいですね。はい、これからどう戦い方が変わっていくのか見ていきましょう。中足ヒット。先ほどの戦いをこのラウンドにどう生かすか。いやー、どうなるんだろう。プレイヤーは前のラウンドから近距離の駆け引きでは勝っている印象。このままいけるか。なるほど。ナイスナイス。さあ、この差し合いの間合い、どう出るか。ラッシュで前に出る。パワーウェーブ、衝撃波が地面を這う。ドライブゲージの差を生かして削れるか。さあ、体力差はありません。落として壁を活用。いいですね。壁に追い詰めてウルターアーツにゲージを使いました。今の完璧。ダメージは足りるか。倒しきれるか。さあ、試合が終わりました。いかがでしたか。いやー、熱い戦いでした。次の試合第開始です。なんかワクワクします。さあ、ファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。どっちも強いぞ。さあ、ドライブラッシュで攻めを継続していきます。さあ、壁まで追い込みました。どうなるどうなる。いやー、どうだどうだ。激しい展開が続きます。さあ、投げが決まり、ガードを崩します。お、どうだ。プレイヤー2、バーンアウトをしのげるか。どうだ。下段でダウンを奪います。中圧振って、プレイヤー、ここでバーンアウト。なんかこっちが来た。しっかり倒し切りましたね。ここで1本取った。熱い展開になってきましたね。次のラウンドが勝負ですね。まあ、全部勝負なんですけど。なるほど。次はどんな戦いを見せてくれるのか注目。さあ、スーパーアース狙っていました。すごい。パワーウェーブ、衝撃波が地面を這う。弾を打つ。この地上の間合い戦、技のリーチとジャンプをどう意識させるか。プレイヤー2、 SA ゲージは有利だが、パワーウェーブを打って、中足
プレイヤーはここで SA を使っている。ここで KO となった。名勝負。まだまだ近かったと思わせる名勝負でしたね。いやー、どっちも強そうですね。楽しませてくれよ。ラウンド1ファイト。さあ、ファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。始まりましたね。さあ、壁まで追い込みました。どうなるどうなる。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がりとなります。ここからどう攻めるんですかね。どうだ。投げの選択肢を通す。うまい。どうなる。さあ、まずは飛び道具で牽制していきます。体力差はそこまで開いていないので、まだまだ分かりません。だいぶ有利な状況ですね。さあ、ドライブラッシュ。ターンからプレイヤー2、ターンアウト目前、投げていきます。ジャンプは見えている。ナイス。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。何か狙ってるんですかね、これは。絶妙に隙間があるこの距離感、差し合いのセンスが試されます。体力差はついています。試合は後半。ドライブゲージがなくなった。いやー、頑張れ。あっと、ここで SA、どうだ。やばい。いやー、どうだどうだ。両者もう後がありません。フィニッシュまでお見事。ナイスナイス、かっこいい。一つのミスも許されない緊張のラウンドとなりましたね。いやー、いい勝負。抜きチャット方も惜しかった。次次。さあ、重要なラウンドを見ていきましょう。さあ、どっちが勝ったんでしょうか。パワーウェーブを打ってラッシュで前に出る。試合は序盤、立ち回りはどうなるか。こっからこっから。さあ、序盤の展開に注目していきましょう。心理戦にも注目していきたいです。さあ、中段当てて攻めのドライブラッシュ。内容を押し上げて壁際捕まえて投げ飛ばす。ナイスナイス。さあ、これは抜け出せないか。我慢の時間。勝てるよこれ。前ジャンプで飛び込む。ドライブ超ぶらり KO になりました。決まった。さあ、次で最終ラウンド、両者のボルテージも最高潮。いやー、熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。さあ、画面端どう攻めるか。いや、投げが決まった。すごすぎ、天才。中足からかかとを浴びせに行く。これは当たらない。隙が生まれます。調子ステリーの超必殺技、ライジングバンクが決まる。伝説の狼が繰り出す最大火力の一撃。いけるよ。集中集中。さあ、画面端スタンダー。壁からは逃げられなかった。届いた。しっかり決めていった。決まっちゃいましたね。緊張感がある。さあ、それでは参りましょう。一体どんな戦いになるのか注目です。お互いに頑張ってほしいですね。さあ、試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。かっこいいとこ見たいです。うまい。さあ、打撃はさばきます。位置の入れ替えで攻守が逆転します。さあ、壁を背負わせて圧をかけていきます。どうなるどうなる。リバーサルで押し込んでいきます。さあ、ドライブゲージに差がある状況です。このままゲージを削り切る選択肢も見えてきたか。互いに与えたダメージはほぼ同じ。ここから試合は中盤戦。絶妙に隙間があるこの距離感、差し合いのセンスが試されます。ここでバーンアウト。KO決まりました。ナイスナイス、かっこいい。さあ、いい形でラウンドを取っていきました。勝負はまだこれからって感じですね。試合も盛り上がってきました。さて、次はどうなるか。さあ、ラウンド開始です。仕掛けるのはどちらか。どうなっていくのか気になります。試合は始まったばかりです。どこから仕掛けていくでしょうか。どちらが先に仕掛けるんですかね。うまく投げていきました。いいですね。ここで追い詰められた。どうなる。どうなるんですかね。ここから2人ともやる気満々だ。投げていく。壁が。ちょっと何ですか今の。おっと、ここでパリー読み切っていました。さあ、お互い攻めつけたっぷりの様子。これ結構有利ですよね。パリーから足払いが届いた。すごくない。天才。プレイヤー2バーンアウトした。頑張れ。ここで KO 決まった。
次が最終ラウンド、勝利を手にするのはどちらだ。なんかここまですごく一心に耐えてきてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。飛びはバレていたか。いいですね。投げる。今の完璧。ここで投げに行った。すごすぎ。さあ両者に SA ゲージがある。飛びは通さない。今の完璧。画面は飛びは落とした。今の完璧。ドライブらしくうまく投げを通した。今の完璧。さあお互いインファイトを好んでいます。ドライブラッシュ。ここでバーンアウトしました。なんかこっちが緊張する。バスアウト決めた。決まっちゃいましたね。プレイヤー2、死闘の末見事勝利を手にしました。